不朽の形をしたグミもあるよ。これは嬉しいな。いっぱい登場したよ。プリキュアの可愛いデザインがされてるよね。これは全種類集めたくなっちゃうよね。すっごくキラキラに輝いていて可愛い。バンダイマニア、はい、バリバリマニちゃんです。いつでもフルスロットルちるみです。ナイマルです。あ、今日はお菓子売り場などでゲットできるワンダフルプリキュアのアイテムをたくさん紹介していきます。すごいたくさんあるね。やったー。これも可愛いからテンション上がる。今日はワンダフルプリキュアの可愛いアイテムをたくさん紹介していくよ。それでは早速やりこう。バンマニ、まずはワンダフルプリキュアのお菓子を紹介していくよ。プリキュアグミ、プリキュアチョコ、プリキュアフレンズグミ。美味しそうなお菓子がいっぱいあるね。早速一つずつ見てみよう。まずはプリキュアグミ。ワンダフルプリキュアの可愛さがギュッと詰まったぶどう味の美味しいトレーグミが登場したよ。パッケージは2種類で、キュアワンダフルとキュアフレンディがデザインされているものと、4人のプリキュアが可愛くポージングしているパッケージがあるよ。早速中身を取り出してみよう。トレーも4種類あって、グミの周りにリボンやハート、そしてキラキラなどいろんなモチーフが散りばめられていて豪華だよね。そしてグミの形はなんと14種類もあるんだって。ここにはキュアワンダフル、そしてキュアフレンディがいるし、ここには小麦もいるよ。次はプリキュアチョコ。早速中身を出してみよう。中身を出してみたよ。美味しそうないい香りがする。チョコもコロンとした形が可愛いね。チョコのデザインもキュアワンダフルやキュアフレンディ、キュアニャミ、キュアリリアンがいたり、こっちには小麦とユキちゃんもいるよ。チョコはミルク味といちご味の2種類入ってるのも嬉しいよね。チョコのデザインは全部で21種類あるから、みんなもいろんな形のチョコを食べてみてね。そしてチョコの箱は裏面から小麦やいろはを切り取ると、楽しくお人形遊びもできちゃうの。他にも占いもできるみたいだよ。チョコを食べ終わった後も楽しめちゃうから嬉しいよね。せっかくだからみんなでプリキュアチョコを食べてみよう。いや食べよう。いい香り、甘い香りがするね。お腹空いてきた。じゃあ食べる前にまずは消毒。はーい、はーい。どれ食べようかな。かわいいね、いろんな形がある、ね。よし、じゃあ私はいちご味のバラの形を食べちゃおう。いただきます。食べな、じゃあ私もいちご味のキュアワンダフル、いただきます。いいな。じゃあ私はミルク味のカップケーキの形。甘くて美味しい。卵が入ってるね。ね、入ってるよね。デザインもいろいろあるから見ても楽しめるよね。みんなも美味しいプリキュアチョコ食べてみてね。最後はプリキュアフレンズグミ。パッケージはこちらの2種類になっているよ。片方はキュアワンダフルとキュアフレンディが2人で一緒に肉球のグミを持ってハイタッチしている様子がデザインされていて、もう片方は4人のプリキュアがそれぞれハイタッチしているよ。みんな仲良しで可愛いね。肉球のグミはちぎってハイタッチすることもできるみたい。気になるね。早速開けてみよう。すごい、またまたワンダフルプリキュアがグミになっちゃったよ。グミの形は嬉しい5種類。小麦とユキちゃんもいるよ。肉球の形をしたグミもあるよ。本当の肉球みたいにプニプニしてる。ハートになってるのも可愛いよね。味はジュレイリグレープ味、ジュレイリアップル味、ジュレイリマスカット味、グレープ味が楽しめるよ。みんなもプリキュアフレンズグミでハイタッチしよう。バンマリン、ここからはなえまるがワンダフルプリキュアの可愛くて美味しいパンを紹介していくよ。今回登場したのはワンダフルプリキュアキャラメルクリームパン、ワンダフルプリキュアチョコメロンパン。クリームパンとメロンパンどっちも大好きだからこれは嬉しいな。まずはこちらのキャラメルクリームパン、真ん中に大きく小麦がデザインされているね。かわいい。ほっぺたが赤くなってるね。この透明な部分からパンが見えるんだけど、パンの茶色と小麦の茶色が一緒になっていて面白い。そしてこちらにはキュアワンダフル、キュアフレンディがデザインされているね。これは嬉しいな。周りにキラキラのハートのストーンもデザインされていてとってもかわいい。さらにこちらのパンにはキラキラのシールが1枚付属しているよ。そしてこちらがチョコメロンパン、透明な部分から美味しそうなチョコメロンパンが覗いてるね。うわー食べたいな。
パッケージには大きくキュアワンダフルとキュアフレンディがデザインされているね。この周りの方にも肉球だったりクローバーがデザインされていて、これもまた可愛いよね。こちらのチョコメロンパンにもキラキラのシールが1枚ついているよ。シールの種類は全部で8種類。美味しいパンを食べながら可愛いシールをゲットしてみてね。バーバリー、ここからは遊んで楽しいアイテムを紹介していくよ。まずはプリキュアメイト、ワンダフルプリキュアになりきれちゃうアイテムがいっぱい登場したよ。すごい可愛いよね。まずはこの変身ワンダフルパクトから見ていこう。こっちの変身ワンダフルパクトはおなじみのカラーになっているんだけど、こっちの変身ワンダフルパクトはなんと食玩オリジナルカラーになってるんだよ。どっちも可愛いよね。両方ゲットしてお友達とお揃いで持つのも楽しそうだよね。こっちの食玩オリジナルカラーの方は表面が濃いピンク色になってるんだね。ワンダフルパクトのデザイン、やっぱりいつ見てもすごく可愛いよね。中を開いても遊べるみたいだから開けてみよう。いくよ、オープン。うわはは、すごいキラキラだね。この変身ワンダフルパクトは真ん中の水晶のところがこうやってくるくるって回転することができるから、キュアワンダフル、キュアフレンディーに本格的になりきることができちゃうね。このパクトの上の部分はカスタムシールでデコってみたんだけど、すごく可愛くデコれました。リボンだったりハートのシールを貼って可愛く飾ることができたよ。キュアワンダフルとキュアフレンディーのシールもついてくるから、2人の周りを可愛く囲ってあげるとより可愛い変身ワンダフルパクトになるよね。食玩オリジナルカラーの方はどうかな。パカー、すごい、こっちも可愛い。こっちもこのクリスタルの部分はくるくるって回転するようになってるんだよ。上に貼ってるカスタムシール、みんな気づいたかな。さっきの変身ワンダフルパクトと色が違かったり、キュアワンダフル、キュアフレンディーの表情も違うんだ。こっちのシールも可愛いよね。続いては王冠。これはね、見てみて、後ろにこうやって髪の毛に刺す部分があるから、これを髪の毛に刺してキュアワンダフルになりきることができるんだよ。小麦がキュアワンダフルに変身すると、頭に王冠のモチーフの飾りをつけてるよね。これをつければ気分はキュアワンダフルだね。そしてキラニコトランク、見てみて、ハートの窓からキュアワンダフルとキュアフレンディーが覗いてるよ。仲良しの雰囲気がハートの窓から伝わってくるよね。このキラニコトランク、キラキラですごい可愛いよね。持ち手がついてるから、いろんなところに持ち歩いて遊びたくなっちゃうよね。じゃあキラニコトランク開いてみましょう。オープン。あー、すごいね。中もキラリンアニマルのマークがしっかりとデザインされてるね。そしてキラニコトランクの真ん中の四角い部分はちょっと絵柄を変えることができるんだ。ここがプレートになっていて、こうやって取り外すことができるんだよ。裏側はキュアニャミーとキュアリリアになってます。変えてみよっか。カシャンで、トースターを閉じればハートの窓からキュアニャミーとキュアリリアも覗いてるね。自分の好きな方のプレートに付け替えて遊んでみてね。しかもこのキラニコトランク、シャカシャカ音が鳴るんだ。楽しいよね。たくさんシャカシャカさせて遊んでみてね。そしてプリキュアメイトのパッケージの中にある QR コードを、別売りの動物お世話がたっぷり集めてお世話しよう、キラニコトランクで読み取るとプリキュアからお手紙がもらえちゃうんだって。私もお手紙欲しいな。みんなも QR コードを読み取ってみてね。次はプリキュア毎日おしゃれセット。こちらは可愛いヘアアクセとコンパクトのように遊べるケースがセットになってるよ。ヘアアクセはクリップタイプが2種類とヘアゴムが2種類になってるよ。ヘアクリップは真ん中のシールがキラキラーってなってるんだ。ヘアゴムはこうやって振ってみるとシャカシャカ音が鳴るラメグリッターがたっぷり入ってるんだ。ヘアクリップとヘアゴム2種類あるから、両方つけたら毎日のおしゃれが楽しくなっちゃうよね。ケースも見てみよう。それぞれケースのカラーも違うんだね。ピンク、紫、水色、ミントグリーン、どの色にしようか悩んじゃうよね。しかもこのケースはキラキラのラメが入ってるんだ。ハートのケースの正面にはプリキュアの可愛いデザインがされてるよね。みんなのお気に入りのデザインはどれかな。私はこのピンクのケース、キュアワンダフルがね、キュアフレンディのポーズの真似っこしてるの。キュアフレンディのことが大好きなんだなっていうのが伝わってくるよね。この二人の仲良しな感じが
っごいキュンってしてお気に入りのケースになってるんだ。そしてシールも付属するからケースに自分の好きなようにデコって楽しんでみてね。プリキュア毎日おしゃれセットをゲットしてみんなもおしゃれを楽しんじゃおう。次はワンダフルプリキュアスイートパールドール。ワンダフルプリキュアに登場するキャラクターたちの特美人形が登場したよ。髪の毛だったりリボンの部分がパール塗装になってるからツヤツヤして綺麗だよね。近くに寄ってみるとわかるかな。細かいパールがキラキラってなっていて思わず撫でたくなっちゃうような可愛さになってるよね。ラインナップはこちらの5種類で人の姿の小麦もいるんだね。これは全種類集めたくなっちゃうよね。キュアワンダフルとキュアフレンディは2人で並べた時に映えるようなポージングになってるのも嬉しいよね。2つ揃えて飾りたいな。この小麦のソフビはどの姿になってもワンちゃんみたいな座り方をしていて可愛いよね。こっちの小麦も欲しいな。いろはちゃんのソフビを横に並べてあげると2人で楽しくお話ししてるような感じになってるんだ。2人の仲良しで和やかな雰囲気が伝わってくるよね。結構大きめのソフビになってるからお部屋に飾ったりすると存在感抜群だよね。ぜひ5種類揃えてみんなで遊んでみてね。バンマリン。最後はワンダフルプリキュアキラキラカード組バトンタッチを紹介するよ。こちらは可愛いキラキラカードと美味しいグミを一緒に楽しめる商品になっているよ。中にはトレーグミが1枚入っていて、トレーグミの種類は全部で4種類。グミの味はピーチ味なんだって。さらにぴょん、パッケージはこの2種類。こっちはキュアスカイとキュアワンダフルがハイタッチしてるね。うわー可愛い。そしてこのグミにはこの中の1枚のキラキラカードが付属しているよ。カードの種類は全部で18種類。その中でもこちらの5枚はホロレアカードになっていてホログラムが入ってるよ。すっごくキラキラに輝いていて可愛い。私のお気に入りのカードを選んでみたよ。まずはキュアワンダフル。胸の前でハートマークを作っているキュアワンダフルが可愛いよね。後ろにはリボンがたくさんデザインされていてとってもキュート。そしてさすがキラカードということですごくキラキラしているよ。カードの裏側にはこんな風にキュアワンダフルの全身がデザインされているね。ここにラッキーカラーピンクって書いてあるよ。うわーこれは嬉しい。そしてもう1枚オドレアカード。キュアスカイ、キュアワンダフル、キュアフレンディ、キュアプリズムの4人が描かれているね。バトンタッチという名の通りこのメンバーが描かれているの嬉しいね。さらにホロレアカードはこの後ろの部分だったりこの名前の部分だったりしっかりとホログラムでキラキラっと輝くのが素敵だね。裏面はこんな風に4人の全身がデザインされているね。さらにラッキーカラーはレインボーだって。嬉しい。美味しいグミに可愛いキラキラカード、みんなもぜひ集めてみてね。バンダイマニア、今日はお菓子売り場でゲットできるワンダフルプリキュアのアイテムをたくさん紹介しました。お菓子から可愛いソフビ、うん、そしてキラキラカードまでいっぱいあったね。ねえ、ね、これがお菓子売り場に並んでたらついつい手取っちゃうよね。ワンダフルプリキュアのこういうアイテムがねこうやってもう続々出てくるのがもう本当に嬉しいよ ね, ねで、しかもこのバトンタッチっていうのも今の時期にぴったりだよね、うん、それよね。絶対ゲットしたい。そうだよね、うん、お菓子アイテムは食べた後も楽しめるものがいっぱいあるし、うん、このなりきりアイテム、そしてソフビもいっぱい遊び込めるからみんなもゲットしてたくさん食べてお友達と一緒に楽しんでね。ワンダフルプリキュアキラキラカードグミバトンタッチ、ワンダフルプリキュアキャラメルクリームパン、ワンダフルプリキュアチョコメロンパンは現在発売中。プリキュアフレンズグミ、プリキュアメイトは2月5日発売予定、プリキュアチョコは2月12日発売予定、プリキュアグミは2月19日発売予定、プリキュア毎日おしゃれセットは3月4日発売予定、ワンダフルプリキュアスイートパールドールは3月25日発売予定。ワンダフルプリキュアは ABC テレビ、テレビ朝日系列にて毎週日曜朝8時30